三沢さん、僕ちょっととんでもないもの生み出してしまったんです。いや、なんかね、ちらっと大噂は聞いてます先日僕があのギターでゲームを操作できるデバイスみたいなのをちょっと作っちゃいまして、しかもあれですよね、コントローラーでやったらいいやんって思うんだけど、そこにロマンがあるんです。そうなんです、ギタリストたるもの、やっぱりギターで先日その動画をちょっと出して、でその後にこの伊沢さんとの撮影が入ったってことは、これ伊沢さんと、まあね、僕ゲーム大好きだから、いやもうコメントもいただいてたんですよ、伊沢さんとやってほしいっていうコメントもいただきまして、あ、ゲームはだから、はい、あ、もうじゃあ、で本日はこちらです、このストリートファイターで波動拳を打ってみよう。おお、ギターで波動拳を打つ。ギターで波動拳を打つ。波動拳。そうです。これやるしかなかろう。波動拳。行ってみましょう。やってみます。早速。はい。ボタンをここに割り当てて、で波動拳なんで。下右下右。そうですね。はい。何弦に下、何弦に右、何弦にパンチかっていうのを割り当てたいんですね。はいはいはい。何弦スタートでこうスイープ、スイープみたいな動作になる。あ、スイープか。いやー、これ昇竜拳とかもっとむずいでしょうね。あ、逆ですね。スイープじゃなくてちょっとこう、なんかちょっと複雑なオルタネートしないと。でこちらのピックを使っていただく必要がありまして、あの、まあ専用コントローラー、専用コントローラーですよ。これしかも今回ですね、前回僕あの銅箔テープっていうのを貼ってたんですけども、今回からなんと銅製のピックにバージョンアップしております。なんと、どうぞ。それでちょっと待ってね、引くと今動いちゃいますからね、ちょっと待ってね、あ、動いちゃう。はい、じゃこれで VS モードに行きます。はい、これどれやります。いや、普通のストリートファイター2でいいんじゃないですか。2ですね。じゃあ1結構やってますよ。じゃこのはいはい、このスト2で、あ、そのまま、あ、 A ボタンか、 A ボタンないですね、ちょっと僕が押しますね。 A ボタン、あ、そうか、 A ボタン、はいはい、竜でいいですか。はいはい、じゃあ僕が剣。剣。僕すみません、コントローラーなんですけど。いや、ずるい。ずるいし。Round 1. ファイト。じゃあちょっと一回しゃがんでみますね。はい。右。あ、いきますね。しゃがむ。パンチは打てます。お。さあ。すげえなこれ。しゃがんだと思います。結構しゃがみますね。これだからステーサスしゃがむんですよね。そうですね。そうですね。波動拳をこうスイープで、え？だからこれなんですよ。え？右下がないから、うん。波動拳打てないですか？だから、はい。あ、時間が、さあ時間が、あと5秒で打ってください。5秒で。いや、これだって右下がないから無理じゃないですか？でも右、そうかな、じゃあ右下をこう654ってこう速さを追求してみてください。ちょっと待って、心なしかフロントでしょ。え、こうです。いやいや、そのコントローラー使ってる。いきます。ここはあ、やっぱ難しいのかな。めちゃめちゃやったらどうしようもないです。めちゃめちゃ無理か。いや、これ厳しいですか。ああ、殴らないで。波動拳を、ああ、セブン、よっしゃ。おお、出た。おお、出た。今出ます。また出た。え、掴みましたこっち。おお、出た。すげえ、神だ。え、どうやったんですか。これわかった。え、これね、実は左手の運指が重要。どういうことですか。この曲が、はい、あれ曲が変わっちゃった。うん。あの、はい、F マイナーの曲やったの。はい。だから F のマイナーのこのスイープをやってやると、はい、分散ワンを弾いてやると、はい、うお、すごい。これメジャーにすると、はい、あ、終わっちゃった。違うフレーズだったら出ない。え、そんなことあります。ちゃんとその今だってさっきの出なかったんですよ。ちょっとやりましょう。曲のキーをまず、はい、
聞くんですよ。これあの、ね、これ E フラットマイナーなんですよ。はいはいはい。だから E フラットマイナーの、はい、このマイナー系の、はい、おそうすげえ。これが違う、例えばマイナーナインスとかの159に弾くと、はい、あ出る、あ出る、だから綺麗に弾けばいいんですよ。だから、はい、メジャー弾いたらどうなの、メジャー弾くと、はい、やっぱ出にくい、はい、マイナーとか、あらら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 、この曲のマイナーなの、こうほら、うわこれ今ナインス、ナインスのスイープ、はいはい、波動拳でこんなに盛り上がったことないんですけど、僕ナインスのスイープすごい、普通の3番、普通の3番、普通の3番、めっちゃ上手なってません、普通の3番、普通の3番、すごい、最後はナインスで、これ大成功、もう決めちゃってください、決めちゃってください、最後のナインス、最後のナインスで終わる、ナインスは、ナインス波動拳、イエーイ、いったじゃないですか、大成功です、わかった、すごい、わかりました、というわけで、いやーこれはね、ぶっちゃけ結構頑張りましたね、いやすごい、いや僕途中今日、あこれこの動画もこれ無理じゃないかなと思ったけど、打てましたね波動拳、試行錯誤すると、いやでもね、よく思い出したら、はい、昔のそのいわゆるコントローラーの時も、はい、出すまでが大変だったじゃないですか、コツがつかめないっていうか、はいはいはい、コマンドどう打てばいいかって分からない、はいはいはい、でここにこう水ぶくれができる、あの懐かしい波動拳、昇竜拳、竜巻旋風脚、水ぶくれみたいなのができるでしょ、なんかそれを経てほぼ 100% 出せるようになっていく、すごい、いや感動しました、ね、同じやっぱギターで同じなんかで思い出したな、そうだそうだ、波動拳出すのってこんな感じだった最初は、すごいというわけで結論、ギターで波動拳は打てる、打てる、ただし、はい、ちゃんと曲に合ったマイナーかメジャーかをしっかり分かった上のスイープを、分かりました、していただければ、はい、心がけます、はい、最後までご覧いただきありがとうございました、はい、またこのゲームシリーズも続くと思います、多分スペシャルゲスト伊沢さんでした、いやありがとうございました、ありがとうございました、波動拳打ててよかった、嬉しかった、また動画で、どうもどうも、昇竜拳ってどう出すんですか、右下、めっちゃ難しくないですか、5だからでパンチでしょ、はい、おお出た、出た、出たでパンチでしょ、はい、おお出た、出た、出た、出るんや、え、いや、うわすごいな、ちょっと感じたわ、え、しかも高確率で出しますね、え、すごくない、これ右行って、右行って、すごくないですか、おお出せるんだ、出せるんだ、すっごい、え、じゃあこれ下と左とキックにしちゃえば竜巻旋風脚が出せるってこと、え、これキックになってないってことなんですよね、キックにしましたよ、オッケー、はい、で下、これで一発、こうして、え、すごい、でも全然できるじゃないですか、すごい、分かった、これ今です、分かりましたよ、俺ちょっと感動しました、マジこれだから、うん、だからこれ6本全部にちゃんと振り分けられると、はい、ちゃんと早く打てば、はい、今の3つの技は1つのギターで出せると、出せるか、そうすごい、これでもここまでできるのはすごいですね、すごいわ、いやちょっと今日コントローラー持ってきてないんだよね、大丈夫ギターがあるから